米倉涼子は生放送中に大笑いしていたところ、スタジオ内にブボボーという爆音が響き渡り、一瞬の沈黙の後、あっすいませんとお腹をさすりながら照れ笑いしていた。この生放送を奈良疑惑に目をつけた週刊文春がこの音声テープを日本音声研究所に持ち込み解析した結果、機器のノイズであり生理現象ではないと結論付けられたが、真相は闇の中である。米倉は私 SNS とか結構見ちゃうんですよねと告白し、なんか劣化したよねなど厳しいコメントを目にし心を痛めている。高校生の時電車とホームの間に落ちてしまい、自力でホームに這い上がりなんとか助かるも傷だらけになってしまい、太ももは10年もの間傷跡が取れなかった。ワインが大好きな米倉は白ワインをお供にカキをバケツ1杯分平らげた。米倉涼子は石田ゆり子との共演 NG が報じられたが、石田側が全く根も葉もないと否定した。